今日はカワセミがね、結構長い間チャンスをくれたんですが、日陰だったんですよ。このような時にね、このカワセミのいいところを引き出すためにどのような撮影をされるのかっていうことをね、まあ、お尋ねしたいところですね。今日もね、この鳴き声に条件反射しますよ、本当にね。そちらを見ますと、ジョビコ先生がおられたわけですけれどもね、皆さんね、この野鳥をいいところを引き出すというかな、今からこの野鳥をね、売り出すプロデューサーになったつもりでね、考えていただきたいんですけれどもね、これ何を撮影しているのかな。シジュウカラが言いましたよね。これはメジロがいますかね。そしてね、近くでね、鳴き声がね、先ほどお聞きいただきましたけれどもね、ジョビコ先生にチャンスをいただいたんですが、ジョビコ先生の場合はね、意外にツンデレなんですよね。すごくサービスしていただけると思いきや、時にはなんか不機嫌な、そのような時もありますんでね、そういった部分をね、知ってもらえれば知らない人にもアピールできるんじゃないかなと思うんですけれどもね。近くでね、いつも冬になったらやってくるよね、あの人ね、みたいな感じでスズメがおりました。ちょっと色目がね、出てきますよね。秋になってきまして、紅葉のシーズンがね、やってきてますんで、そういった紅葉が水面に映るところと水鳥のコラボみたいなこともね、ありますよね。これ何か野鳥が好きそうな木の実をね、カラスが食べてましたけれどもね、ハシボソカラスだったのかな。イソヒヨドリもね、民家の近くでよく見かける野鳥になってきましたので、より多くの人に知ってもらいたいんですがね。このスズメはね、今日のファインプレーだったんですがね、スズメって意外に撮影するのは難しいですよね。撮影されている方なら分かっていただけると思いますけれどもね、身近な野鳥ほど案外撮影するのは難しいんですよ。最も身近な野鳥であるスズメでさえそのような状況になっているんですけれどもね、主役を引き立てるっていうね、そういったことも必要になってきますんでね、野鳥を撮影するときに、この映像もね、イソヒヨドリが屋根の上に止まっているんですが、自画自賛ではないですがね、イソヒヨドリの状況っていうのをね、割とよく説明している映像だと思うんですがね、ただ野鳥をご存知の方には分かっていただけると思うんですがね、野鳥を知らない方にどのようにね、そういった存在をアピールするというかな、そういったこともね、プロデューサーとしては必要になってくると思うんですけれどもね、この白石嶺などもね、魅力あふれる野鳥なんですけれどもね、これはセグロセキレイですが、セキレイといえばこういった水辺でよく見かける鳥でありますので、水とのコラボというようなこともね、考えてみたらどうかなということで、こういうような映像も撮影してみたわけなんですけれどもね、野鳥がどのようなところに生息しているのかというようなことであるとかね、この奇跡霊などはね、この色合いなども特徴的でありますので、これを白い部分にね、背景に持ってきたことの是非でございますけれどもね、そもそも思い通りにはねならないものでございまして、相手が自然の生き物であるというようなこともありますし、またその背景もね、先ほどの奇跡霊じゃないですけれどもね、見た時には背景がいい感じにいけるんじゃないかなと思ってね、落ち着いて座ってみるとね、白い部分になってしまったということでございます。このように背景が近い場合はね、主役を引き立てるということは難しいかもしれないですがね、シルエットでも
このようにね、存在自体が力がある場合はね、それだけでもアピールというかね、表現できると思いますのでね、このモズなどでもね、人工物に止まっているわけですが、これもモズという鳥の特徴を表していると言えば表していると思いますのでね、まあ、里に近いところにいる野鳥というようなね、表現ができているのではないかなと思いますし、猛禽類はね、その存在自体が力がありますので、そちらに引き寄せられすぎる嫌いがあるかもしれませんね。これスズメ何食べてたのかな。ジュワッチ。このモズを撮影している時にもね、カメラ任せにはせずにちょっと露出を抑え気味にして、モズの輪郭を強調するようなね、そういった多少の工夫をしているところでございます。そしてね、今回このカワセミが結構長い間この場所でチャンスをくれたので、どのように撮影しようかなということでね、まあこれね、四苦八苦している様子がね、ちょっとピントに見えましたけれどもね、このような場所であったんですよ。堤防に繁茂している植物の隙間からカワセミを狙っているような状況でございますね。残念と言ったらいいのかな、ちょっと日陰でね、日の光が全く当たっていない場所で、いるような状態でございます。これもね、あえてこれ手前の草をね、輪郭に使ってみたというところでございますけれどもね、実はね、カメラ任せの撮影にしておりますと、もうちょっと全体的に明るめの映像になるんですけれどもね、ちょっとこれもね、あえて露出を下げて、カワセミの背中あたりのね、その色目を強調したいというようなことでね、全体的には正直言ってちょっと暗めの映像になってはいるんですけれどもね、そこをどのようにね、このカワセミの特徴といいますか、魅力を引き出すためのね、工夫というか、それをどのようにすればいいのかというところでございますけれどもね、静止画ね、最後にご覧いただきますけれども、そういったものであればね、ある程度カワセミを強調する何か手立てがあるのかもしれませんけれどもね、正直この動画の場合は一発勝負といいますかね、まあ動画の編集においてはかなりの加工もしてはいるんですがね、それにしても素材次第というようなところがございますのでね、モズがね、明るいところにおりましたのでね、ジュワッ、まあ野鳥のね、特徴を生かすというか魅力をね、引き出すためにはね、ジュワッ、もうどのようなね、工夫をすればいいのかっていうことだよね。しっかり撮れた。しっかり撮れたって東次郎さんに言われてしまいましたけれどもね、本当にそれね、まあ、その都度試行錯誤というか、ね、暗中模索といいますかね、そのような状態ではあるんですけれどもね、野鳥の魅力を引き出すためにはね、野鳥の生態といいますか、その生き様みたいなことにもね、精通する必要があるのかなと思いますが、何分この行きずりのカメラマンでございますのでね、そのあたりまではね、熟知していないような状況でございますので、野鳥にはね、申し訳ないような状態になっているわけでございますけれどもね、まあ、野鳥が主役ではあるんですけれどもね、その背景といいますか、いわば脇役ね、そういったものにも気を配る必要があるのかなと思ったりもしますけれどもね、主役が引き立っているのは脇役のおかげだったりするじゃないですか。わざとちょっと抑えめの演技を
してみたりとかね、そういったこともあろうかと思いますけれどもね、その主役を引き立てるっていうことはね、案外難しいと思いますよね。このチャンネルは兵庫県の内陸部北播磨という地域からお送りしております。気が向いたらまたお越しください。そして野鳥たち、今日も一日ありがとう。